霊力があるかは分からんがな。切れ味の際は保証しよう。はい、次の住処隊隊長、次の住処でございます。このイベントのない虚無の期間、いかがお過ごしでしょうか。私は元気です。出陣しましょう。どこへ行くって。はい、その通り。遠郷の記憶、江戸城下に稀に現れると言われる幻の刀剣男子オーデンタを探す旅でございます。このところっすね、新しい刀の子たちがね、石田くんとか日向くんとかバンバン来ちゃってね。で、修行を終えた子たちも三日月やソハヤとか来ちゃって、連結の生贄がいないんですよ。生贄って言い方おかしいな。いや、でも生贄でしょ。はい、連結の生贄が全然足らんのですよ。で、花札だとほら、新しい刀剣男子来ないからね。秘宝の里イベントは、全然ね、連結できなくて鍛えられない。というわけで、まあそれもあってね、オーデンタ探しに行きましょうよ。ここで一周に2人ぐらい新しい刀剣男子が来てくれたら。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。もうオーデンタでなくてもとりあえずね、合体要員が来てくれたら。はい、今日のメンバーは、ヤマンバギリ国広、不動幸光、岩同士、巴方薙刀、堀川国広、蛍丸の6本でございます。はい、なんとかホタルをレベル50にしたい。泣き狐来たー。イベントがあってね、その秘宝の里とかの時にやっぱりそう、まあ、目標を持ってやるのはすごくいいことなんだけど、こうね、腰を据えてやる時間がないとこう焦りますよね。俺よく秘宝の里で玉8万集めたなって思う。終わってみればめちゃめちゃ忙しかったのに。まあやろうと思えば電車とかでもできないゲームじゃないんだけどね。スタートするときにカネさんの人ってさえ気をつければ。何回、2月ぐらい前かな、まあちょっと散髪に行きまして、床屋さんでね、で混んでたんですよ。私の前に、3、4人いらっしゃった。あ、これはだいぶあるぞと、自分の番まで、あ、トラブしようと思ってこうね、アプリを携帯でスマホで開いたらね、まあもう
話の流れは完全に皆さん分かると思ってると思うんですけど、床屋さんの中にね、結構大きな音量でカネさんの声が人ーっつって響き渡って小声で、ものすごい音量を小さくしながら、カカ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 って小さくしながら、小声で俺はすいませんすいませんみんな大人ですからね、びっくりしてこっちをみんな見たんですけど、俺が小声ですいませんって言ったら、みんな、ああそういうことかって、こうみんな分かってくれましたよ。みんないい大人ですから。主の望む結果を出したまで。無骨もうるさいんだけど、無骨は最初から叫ばないから、そうスタートしてちょっとこう音量ボタンを弱にする時間は余裕があるのね。無骨は最後にふわーって言うけど、無骨はだから無骨で事故が起きたことはないんだけど、俺一つはね、何回かもう事故ってるわ。一つはもう最初の声だ、引っ掛け声だからね、一つは金さん事故。まあでも今日も世界中の至るところで金さんの事故は起きてるんやろうな多分ね、お散歩機能が実装されてから事故増えてると思うよ。外で開けるでしょ、オープニングの画面は逃げようがないし。空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。ヤマンバギリ国人マイル。いや基本ね、私ね、アプリの音量は切ってるんですけどね、携帯のね音量は最弱にしてるんですけどね。っていうか音を鳴らないようにしてますよね、普通にね、うん、普段。たまたまなんかの表紙で、これで満足か。わしは陸奥守義之じゃ。せっかく小賀なところに来たがやき、世界をつかむぜよ。まだまだ、でもどっかで誰かのスマホからね、エレベーターとかでさ、聞いたことはないね。その他の人が人ーっつってやってるのを聞いたことはまだないですね。いつか聞きたいな。さあ果たしてカネさんの事故が起きた時に私はその人に声をかけるんやろうか。サニワの方ですかって。でも声ぐらいかけてもいいか。ではでもね、基本私ね、出先で声かけないんですよ、人に。人に声かけないってなんかいや別にキャッチのセールスとかやってるわけじゃないけど、基本ね、私ちょっと彫りが深くてこわもての50のおっさんなんですよ。でもその割にはね、道聞かれたりするんですよね。なんやろう、めっちゃ道聞かれたりする、うん、なんやろうね。あれ無意識に人間は自分より弱そうなやつに声をかけるっていうのがあるけどいう話を聞いたことがあるんだけど、自分より弱そうな人に声をかける、弱そうに見えんのかな。でそのくせこっちから話しかけてったら、みんなねすごい怪訝そうな顔するんだよ。いや掘り深くてこわもてだからさ、なんか声かけられたみたいな。な、人間って勝手だよなあのね、普段メガネかけてるんですよ。だからね、
ちゃんとした人には見えるのかもしれない。パッと見メガネくんキャラで、普段ねメガネかけてるから、ちょっと自分もね、俺私もねメガネくんキャラを演じてるところがあってね。パッと見ちゃんとした人には見えるかもしれない。主の命とあらば、何だって退治してやる。おお、装備。ああ、もったいないけど、まあこれは使おうよ。改良するよ。主の命とあらば、何だって退治してやる。うちの奥さんはなんか会社のあるビルのエレベーターの中で居合わせた人がスマホをやってていじってて、その人がその人のスマホから人っつっていう声を聞いたことがあるらしいんですよ。で声かけたって聞いたんですけど、声はかけなかったらしいですかけれなかったらしいですね。同じ会社の人ではないんでしょうね。多分そのビル、会社のあるビルの他の会社の人なんでしょうね。ON さんだったって言ってましたけど。一回そういうのを遭遇してみたいな。いや、声はかけんやろうな。たまたま同じゲームをしているというだけで。嫌な空気だな。ああでもね、この間ね姫路に近畿局の調べを聞きに行ったんですけど、アクリエ姫路だっけな、会場が、JR 姫路駅から東へ、10分ぐらい歩いたところにあるんですけど、そっちの方は目抜き通りからちょっと離れてるんですよね。だから何つったらいいかな、一応ね、アーケードじゃない、なんて言うんだろう、その通路があって、その通路自体にずっとまっすぐ行ったら行けるんですけど、どん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 駅から離れていくにつれて人はいるんですけど、その人たちがもうサニワしかいなくなるわけ。あ、こいつら全員仲間だっていう、あ、そうでもないな。一応ね、なんかそのアクリエ姫路で、お城エキスポっていうのをやってて、その姫路城が、世界遺産に認定されて30周年のイベントをやってたから、サニワ以外の人もいたんだろうけど、そのね、近畿局の調べが始まる時間に合わせて向かってる人たちだから、ほとんどが多分サニワ。あの通路を歩いてた人たちで、トーラブのグッズってね、ちょっとパッと見刀剣乱舞のグッズって分かんないグッズ多いじゃないですか。前を歩いてる女の子のカバンにね、なんだろうあれ、ちょっとこうバナーみたいなのが垂れ下がってて、細、15センチぐらいの薄い字で山ん切り国広って書いてあってどうだ、これで満足。仲間だって思うよね、勝手な話だけどこっちの勝手だけどさ向こうからしたらね、こんなおっさんに突然仲間だって思われるのは嫌かもしれないけど、仲間だって思うよね。いや仲間やん仲間やんもちろん声はかけませんでしたけどかけないっすよいや、サニワの人たちもね、多分女性同士だったら声かけやすいかなとは思うんです。同じ推しでけど、いきなりね、俺みたいなおっさんに声かけられたら嫌でしょ。嫌というか怖いでしょ、警戒するでしょ。どうだ、アルジ、これで満足か。
いやでもね、春に映画を見に行った時も思ったんですけどね、会場をぎっちりと埋め尽くしたサニワサニワサニワあ、ほぼほぼ間違いなくここにいる連中は全員仲間だと思うとね、爽快なものがありますよね。ある種の宗教感どうだ主、これで満足か。あかんあかん、全然時間足らん、もう一周できるいや無理してせんでもいいんやけど、ちょっとその前にあれだ、はい、修行に一人出せるんです。はい、修行に一人出せるんです。もう順番で言うと、あうお、後藤くんですな。出しましょう。大将、頼みがあるんだけど。いいぜ。あいつの今後に期待だな。俺も負けられない。おお、弓兵も、弓兵もなくなっていくよ。中傷か、どうだ。あんまり中傷行軍させたくないんだけどな。あんまり中小工業たちがヒットポイント半分になってないから行くか。ちょっと気をつけよう。今喋っててちゃんと仲間のあれを見ていなかった。サニは失格。逃走がなくなったら帰ろうね。まあ中小がもうちょっとあれだとしてもさ、それはまあ戦闘をもう一回せなかったらいいだけやから。俺は俺だ、分かっただろ。レベルアップもね、今これはメインメンバーの上位の岩同士と山ンバ切りはいるんですけど、あえてちょっとレベルの下がったレベル40代のモノ、モノじゃない、堀川と蛍はね、やっぱね、大太刀はねレベルが上がらんのですよ。びっくりするほど上がらんのですよ。もうちょっとなんだけどな。毎日塩田に連れて行ってるんですが、蛍を。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。ヤマンバギリ君一度参る。とりあえず50にしたい。今40の子たちを50へ、30の子たちを40へ、極めのね、はい、極めの子たちを。俺は俺だ、分かっただろ。極めの子たちも増えましてね、もうどうしていいかわからんのです
こんな大所帯のリーダーになんかねなれるような器ではないのであります。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。山場切国でもね、うちの近所はね、はい、山場切国広でバクさんだからね、俺がしっかりしないと。この今日の3回は山ンバギリ国広頑張ってんな。大概ね最初にね血で汚れるぐらいがちょうどいいって言ってそれをきっかけにあの騎乗することになるんですけどね。この3回の行軍はちゃんと近似としての役割を果たしてくれてるな、バキさん。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。山場切国広、参る。まだまだ。そこだ。その目、気に入らないな。近寄れるか。邪魔だ。お、いいね、いいね、いいね。巴も強くなってきたんじゃないですか。どうだ、主。これで満足か。相変わらず岩同士と巴というね、このなぎなた2本連れてくかいっていう舞台編成にしております。嫌な空気だな。こちらに流れを変えたいところだ。山場切国広、参る。そこだ。2頭対岸。あっどりゃ遅いよ。邪魔だ。今極めの子何人だっけ。どうだ、主。これで満足か。ここで出ないかな。まあ出ませんよね。すみません、こっちに金さん。泉の神金貞は来てませんか。僕は堀川国広です。よろしく。堀川でした。ボス戦はしません。ちなみにちょっと極めが今何人になったか数えてみましょうかね。極めが今ここから3、4、5、6、7、8、9、45、46、48、49、50、51 51。目標は今ね、とりあえず目標があって30の子たちを40にしようと。レベル30代の子たちね。はい、まあ、このいやこれもきついよ。40代の今40代の子たちを遠いな。50にしよう。いやちょ無理やろ。無理じゃないけど、はい、というわけで今日も任務が終わったようです。オーデンタは出ませんでした。はい、またねイベントのない期間なんで今日は、久々にオーデンタを探しに行きましたが、来週からまた始まりますよね、あれがね、はい、あれが始まりますんで、それであれですよ、あのね皆さんね、イベント秘宝の里もそうなんですけどね、イベント大概2週じゃないですか。1週目にね私の動画を見られる回数が一気に減るんですよ。いやそれはそれでいいんですよ。皆さんイベント頑張ってんだなっていうね、イベント頑張ってんだなっていう
のが、そう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 、そのためにやってるから。だからみんなながらで見てくれ。あ、でも1週目は辛くないんやな、きっと。1週目はまだきっと楽しいんや。で、イベント2週目になって、だんだん虚無になってきて、それでみんな俺の動画を見るんやな。そうなんですよ。イベント始まって1週目はね、私の動画あんま見られない。2週目になると一気になんか急に倍ぐらいになる。そんなに見てんのっていうぐらいの人がいらっしゃっていただいて本当ありがとうございます。ぜひぜひ1週目もながらで見ていただければ幸いです。はい、刀剣乱舞しながら見てください。てな感じでですね、はい、ひとまず、このイベントのない虚無期間を、おでんたを探して過ごしていましたよという動画でございました。はい、来週からまた始まるイベントでも、目標を据えて頑張りますんで、今後とも引き続き、ご贔屓のほどよろしくお願いします。では今日はこれぐらいで失礼します。またお時間ありましたら遊びに来てください。タラララータラララータラララ